これポイズンミスをつけといて、シュ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 、最速のキルタイム出ました。どうもチャプです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、全武器の中で一番キルタイムが早いスパッタリを使っていこうということで、スパッタリヒューの方を持ってきました。マリウスでアップジムにナイスをしてやっていきましょうか。さあ行きましょう。この武器ね、皆さん打ち合いになったらもうどの武器でね、もうね、ちょ噛みかけたけどね、用意ドンで一緒に打ち合った時、スパッタリよりも早くキルできる武器はもうこの世には存在しませんから。だから純粋に打ち合いしたらね、僕が勝つのは確定してるわけなんですよ。このマウローラーどっかにやられてしまいましたね。この中のこの最速のキルタイムを皆さんに見せたいなんですよ。このスパッタリーとハイドラントが同等やったかな、同等で1位やったと思います。なんで近接でエイムがおじいちゃんにさえならなければ無敵ですからね。うえーよ、これなんかすごい、これが最速のキルタイムですよ。今のはもうなんかただただ運良かっただけやけどね。ほんでね、でも注意点があって、この太刀打ちじゃダメなんですよ。このマネウスとやっぱジブリナイス、この状態で打ち合ったら一番早くキルできるって無敵ですよ。もうほんまにもう全然見てなかったもんね、周り。最速のデスタイムを記録してしまったかもしれませんね。そんなキル速はいらん。いや、デス速か。いらん。ということで、ぬり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 してガンガンいきましょうか。なんか、お肌すべすべジェットパックがさ、一発だけちょっと来たのもすごい怖いんですけど、あ、これやばいぞ。これチャージャーだけには気をつけて、ポイズンミス投げて、これ上から追ってくるじゃん。いけるいけるいける、立ち打ちでもいけるから。僕、立ってもいけちゃうから、立っても。立ってもいけちゃう、立ってもいけちゃう、チャップだよー言うて、雨降らしもあるよー。ローラーに襲われた。めちゃくちゃ雑な感じでやってるけど、これでいいんですよ。もうガンガンいって、ガンガンいって、もう最速のキルタイムで、キル速ナンバーワンの実力をね、お前がナンバーワンだってベジータに言われるほどのね、実力を僕見せてきたわけなんですよ。はい、もう普通に太刀打ちで倒してしまってる。じゃマニューステップジムリナイスしてからなんですよ、大事なのはね。でもミスト投げて、ちょ、チャージャーの人を、ちょっと、あ、インクないなって、インクないな、これだ、これ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 、おっとは、足場が。おっと、足場がってなってしまいましたけども、これこれがシュッてやって、シュッてやって、シュッて、シュッてやって、シュッてやって、シュッて、お、なんか俺これ、シュッてやって、シュッてやって、シュッてやって、シュッてやる。シュッて、シュッてやって、シュッてやる、シュッて、シュッて、シュッてやる、シュッて、シュッて。もうシュッてしか言うてないからな。何もキルできてない。まあこういう時は怖いんで、まあ本当はね、こうやってね、自分の距離でね、突入すぎないようにね、これ戦うのが理想なんでございますよ。こういう風に。あ、いい感じ、いい、いい感じ、いい感じですよ。いい感じですよ。ああ、いい感じですよ。射程絶対負けてんのに突っ込んで突ろうとするという、なんか今のはいい、なんかあれですね、美学でしたね。皆さん絶対に真似しないでくださいね。射程負けしてんのに突ったらもう負ける未来しかないからね。最速のキルタイムどころじゃないですからね。ちょっと待って、そんなんいいね、ラスト1キルぐらいちょっと取ろうかな。あ、ちょ、チャージャーがおるなん、やられるもんなんで、ローラー出しときたいな。いかにいついてるから、ああやばいやばい、でもいけるけど、早いから、早いから、超早いから、超早いから、ほんで雨降らしもあるから。これが最速のパワーですよ。うおー、目の前におるし、バルンバルンバがシュンってなってましたけれども、いや本当にね、エイムがおじいちゃんにならなくて、スパッタリーの距離でキュッて近づけて先に打てたら絶対に負けません。むしろね、後出しでもね、勝てる時あるんちゃうかな。もう超早いから、もうキルの鬼よ。結構ですしたな。さあ2試合目、スーパーマーケットで頑張っていきましょうか。さあ、モリモリ前攻めて、モリモリ敵の人をモリモリ倒していきたいけど、ローラーはすごい天敵なんだよな。で、ジブリナイスしてからのマリウスやっぱジブリナイスをぶちかましていきましょうか。ローラーワンパンで倒せるけどさ、あのローラーよりもキルするスピードは僕の方が余裕で速いので、うまいことね、バレンよりシャシャホワシャシャーンってやったら多分ね、ショワショワホワーンってなると思うんで、そのショワショワショワシャシャシャホン作戦をねしていきたい。降りてきてくれへんかな。気づいてるけど、ローラーおるわ、そこにローラーパンナちゃんが、ローラーパンナちゃん僕が行くのを見てるからバレちゃう。あ、いけるいける、これあかん、でもボムで食らってる、ボムで、ボムで、ボムおじさん、おお、雨降らしおじさん、あ、来た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 、え、けど、ちょっと後ろおるな、後ろ、ちょ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 、後ろ、後ろおじさんや、ボムおじさん、ナイス、や、最速のキルタイム、今、ぶちかましました。ちょっと待って、ジャムおじさんがアンパンマンの顔なげんとさ、ボムおじさんがボム投げてくるから、すごいもうボムだよってなってるんでね、怖い。ほんで、ローラーの人、イカについてるでしょ、どうせ。ついてない。ついてないということは、まあ、一応はあれか、水しぶきとかインクしぶきがちょっとちょろりんだのぺーんって。ナミヘさんの髪の毛ぐらいチョロリンって見えるという情報はあるんですけれども、そんなん僕に見えるのかというところあるけど、これシュ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 、あ、おーいや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 、自分の毛だけど、うーわ、あぶねー、
射程が、うわ、インゴマ、インゴマ、インゴマ、ちょっと待って、対物とか積んでないから、うえい、でも、あの、ボムを使う若葉よりも近づいてしまえば僕に勝るものはないやから、この世の、この世に僕よりも勝るものはないで。でもね、若葉とか多分ボム投げるんで、このポイズンミストとか当たると、多分絶望的にいい感じにダメージは入ると思う。あ、もうこの人、いや、ナイスやね。と味方の人に任せて、最速のキルタイム、お、最速のチャプタイムが、やばいやばい、いや、インコはナイスすぎ、天才オルトな味方に。味方に天才オルト、この辺におるんちゃう、あ、おろおろ、これもう無理、あ、だって、オッケーナイス、自分ナイス、ありがとうございます。って、最速のキルタイムしたいからさ、あの、マニューステップ自分にナイスしようとしたら、エイもおじいちゃんになるよね。無理にしたらほんまエイもおじいちゃんになるから、ま、適度に行こう、適度に。はい、ポイズンミスト。若葉のボム対策にポイズンミストだね。めちゃくそんね、めちゃくそんハマると思うんですよ。はい、これどうぞって、あ、そこ登ってくるでしょ、これ、あ、登ってきた、登ってきた、よしよし、ありがとうございます。あ、そこにおると、これも登ってはけえへんか、ここでポイズンミストつけといて、シュ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 、最速のキルタイム出ました、うわー爆風に飲み込まれるっていうね。ほんで必須の人もコロコロに今お掃除されてましたね。いや強いでしょスパッタリー、本当にね、僕エイもおじいちゃんになるからあかんけどね、ならんかった、本当もうエグいんですから。え、竹ですか、もうこれもバブルもほんまに潰しちゃうわ、太刀打ちじゃ意味ないんですけど、ちょっとやばいやばい、竹と挟まれてるのにこれはやばいけど、ボム2個投げたらもうおとなしくしなあかんけど、残りの弾飛んできた。なんてことだ、パナコッタいうか、必須モンスターもやられてます。え、モリモリ来てるぞ、モリモリ、いけるいけるいける、このボムはもうマニューステップで避けるから、ボム投げたらマニューステップ、モリがナイス、ありがとう。あら、あの最強ね、あの最強のボム投げ若葉もこのスパッタリーの前ではこういうことになりますから、これがスパッタリーなんですよ。特に僕はヒューがお気に入りですね、雨降らしがお気に入りでございます。うん、残念無念、またチャップ。負けたけどね、ほんと強い、めちゃくちゃ強いっていうのは分かってもらえたと思うから、それで満足ですね。ではではラストもスーパーマーケットの方で頑張っていきましょうか。さあ、近接の攻撃力に震えて眠れということで、ジブニナイスしてからマニューステップ、ジブニナイスもしていきましょうか。敵の後ろにボルドマーカーいますやん、ボルドマーカーもさ、近接武器最強みたいなとこあるけどさ、でもその速さ、キルする速さよりも僕のスパッタリーの方がキルするスピード速いからね。でもこれ高低差とかつけられたらもう僕射程届かんから、もう謝るしかないんで、ちょっとポイズンミストでごまかしておきます。誰あれ、スプラシューターとかじゃん、あ、みんな大好きスプラシューター、僕も大好きスプラシューターですやん。ちょっとこれ怖い、クイックボムとかも投げられたら、そんな僕ほんま、もうほんまに泣きじゃくって鼻水出るじゃんか、そんな鼻水チャップになっちゃう、名前を鼻水のチャップにしなあかんやん、いや坊ちゃんかみたいな、そんな感じになるやん。ちょっとうまいねんで、この女にチャージの人が、これチャージキープでやられるやつ、あ、いけ、あ、今ちゃんとやってた、いけたんちゃう、ほんまダサいことしてもた、すいません、これリッター当たるんですよ、やって多分怖いんですよ、やめてください、お願いします。よい、生きててよかったということで、ミス投げておきましょうか。微妙になんか攻めれるような雰囲気が出ていないので、この辺でぬり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 してちょっと粘りましょう。で、ミカ、あ、ナイス、そうそう、そうやって頑張って、あ、うわー、やっぱりもう絶対デスするっていう、もうポイズンミストのためにね、 R ボタンを押した瞬間でデスするって分かった、今のは。あ、これ味方の人飛ぼうかな、あ、飛ばんでもそこにおったんか、大丈夫、でも僕飛んでもこうマニューステップ自分にナイスがあるんで、超安全設計でしょ。飛んでも安心安全のマニューステップ自分にナイスがありますから、これちょっとミスト投げて、これも投げて、この壁から忍法壁隠れの術をぶちかます、ん、下に行ったか、忍法壁隠れの術をちょっと使う、忍法壁隠れの術で、あ、ボルトマンがバレてるか、バレてないな、バレてないな、あ、バレてない、あっち行ったか、忍法壁隠れの術、あ、じゃあ噛んでもうたけどチャップだよ言うて、おお、そこ行けるの、これ行ける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 、マニューステップ自分にナイスですか、あかんかん、これ無理、射程負けしてる、射程、うおい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 、なんでこれ登って壁隠れの術、あ、いないな、みんなどこ行ったん、寂しいですよ、よっしゃナイス。いいですね、やっぱ近接武器がこう潜伏とうまいこと組み合ったなんかインフィニティな強さが出ますね、これインフィニティナイスですね、ありがとうございます言うて。いいぞ、でもほぼあれやな、自分が思ってる以上のゼロ距離で戦った方がいいです。お、なんかワープした、ちょっと怖い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 、うお、怖い怖い怖い、なんでこれ怖い。ほんまに自分が思ってる以上のゼロ距離から戦闘を開始した方がいいですね。なんか中途半端な近接で勝負したらね、ジャンプ打ちとかしたら多分マニューステップ自分にナイス後の射程が届かなくなって泣きそうになるという現象、あー、立ち打ちも強い。最速のキルタイムではないですけど、立って打った時もやっぱり安定安心ですね。やっぱ立ち打ちの方がね、エイムがおじいちゃんならないんですよね、正直、正直言わせてもらう、エイムおじいちゃんならないんですよ。忍法立ち隠れの術や、忍法立ち隠れの術、意外とバレてない。
忍法、あ、バレてる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 、いや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 、ナイスナイス、ジムナイス、来るぞ来るぞ、忍法立ち隠れの術、うん、忍法セルフスプリンクラーからの雨降らし、危ねえ、調子乗ってテストする、調子、これいけんちゃうかこれ、あらら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 よっしゃー無理やり倒すっていうね。でもこれはスパッタリーが持ってる強さですよ。キルタイムがあるからこそ勝てました。ほんで調子に乗らんと早めに逃げてたら今の多分デスもしないんで、めちゃくちゃ強い。もうほんま、もう皆さんめちゃくちゃスカッとしてね、すごい楽しいしね、気分が爽快になるんでね、ぜひ使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。